本日もインディーゾーンチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。リアリティキャプチャーは写真から立体的なモデルを生成することのできるフォトグラメトリーソフトウェアの一つです。これからフォトグラメトリーに挑戦してみたい方やリアリティキャプチャーの導入をご検討されている方、これからインストールされる方にリアリティキャプチャーを使用したフォトグラメトリーの概要、インストール方法、基本的な操作方法などをご紹介してまいります。リアリティキャプチャーは無料でモデルの生成をお試しいただくことができますので、ぜひ最後までご視聴ください。これから初めてフォトグラメトリーソフトウェアを使用される方のために、フォトグラメトリーとリアリティキャプチャーの概要についてご紹介します。フォトグラメトリーとは写真測量とも呼ばれ、複数枚の写真から 3D モデルを作成する技術のことです。リアリティキャプチャーは優れたフォトグラメトリーソフトウェアで、対象のオブジェクトを複数の角度から撮影した写真を読み込み処理を行うことで、簡単に 3D モデルを生成して利用することができます。リアリティキャプチャーで作られた素晴らしい作品の例は公式サイトからご覧いただけますので、リアリティキャプチャーの導入をご検討中の方はぜひ一度ご覧になってみてください。ここからはリアリティキャプチャーのライセンス形態についてご紹介します。リアリティキャプチャーには PPI ライセンスとエンタープライズライセンスの2形態がございます。 PPI ライセンスとは処理する画像の1枚1枚にライセンスが付与される仕組みで、使用した画像の画素数と枚数に応じた額を支払うプランです。 PPI ライセンスのクレジットはオブジェクトを生成した後書き出す際に消費されます。 PPI ライセンス版のリアリティキャプチャーであればどなたでも無料でお試しいただくことができます。一度支払いを行った画像は同じ画像を使用して何度でも出力を行うことが可能です。 PPI ライセンスに関する詳細はキャプチャリングリアリティの公式サイトをご確認ください。エンタープライズライセンスでは無制限にリアリティキャプチャーを使用することができます。リアリティキャプチャーを使用して大量の画像を処理する際にはエンタープライズライセンスが適しています。なお、リアリティキャプチャー PPI で作成したデータは、リアリティキャプチャーエンタープライズでは使用できませんので、ご注意ください。エンタープライズライセンスにつきましては、インディーゾーンのウェブサイトからご購入いただけます。概要欄にリンクを記載しておりますので、ライセンスのご購入を検討の際は、ぜひこちらをご確認ください。ここからは、動画作成時点でのリアリティキャプチャーの動作環境についてご紹介します。リアリティキャプチャーのシステム要件はこのようになっております。特に注意が必要な点はテクスチャメッシュの作成に CUDA 3.0 以上に対応した NVIDIA 製グラフィックボードが必要な点です。 NVIDIA カードをお持ちでない場合でもアプリケーションを実行して画像を登録することはできますが、テクスチャメッシュを生成することができませんのでご注意ください。またリアリティキャプチャーは Windows でのみ動作し Mac には対応しておりません。続いて実際にリアリティキャプチャーをダウンロードインストールする手順をご紹介します。エンタープライズライセンス版 PPI ライセンス版のどちらをご利用でもインストール手順は同じです。リアリティキャプチャーはキャプチャリングリアリティ社の公式ウェブサイトからダウンロードしていただけます。サイト右上のダウンロード Now をクリックするとすぐにダウンロードが始まります。ダウンロードが完了したらインストーラーを開きます。NEXT をクリックします。利用規約をお読みいただいたらこちらにチェックを入れ NEXT で進めていきます。インストール先を設定して NEXT、 続いてインストールをクリックします。ユーザーアカウント制御の警告が表示された場合にははいをクリックしてください。インストールが完了しました。フィニッシュをクリックしてインストーラーを終了します。ここからはライセンスを有効化する手順をご紹介します。インストールが完了したらリアリティキャプチャーを起動していきます。初回起動時にはライセンス認証を促す画面が表示されます。アクティベートをクリックしてアクティベートを進めていきます。無料でお試しいただく場合や PPI ライセンスでご使用の場合はログインをせず匿名ですぐに使用することが可能です。こちらのアノニマスをクリックして続行することですぐにリアリティキャプチャーをご使用いただけます。エンタープライズライセンスをお持ちの場合には
ライセンスと紐づいているアカウントでログインを行う必要があります。また PPI ライセンスを使用する場合でも PPI ライセンスを購入されるアカウントでログインして使用していただくことも可能です。キャプチャリングリアリティ社の従来のアカウントをお持ちの場合はこちらから、エピックゲームズのアカウントでログインされる場合にはこちらからログインを行ってください。2021年3月9日よりキャプチャリングリアリティ社はエピックゲームズ社のグループに加わりました。今後はエピックゲームズアカウントでライセンスが管理されますので、エピックゲームズアカウントをお持ちでない方はエピックゲームズアカウントの作成が必要になります。こちらをクリックするとブラウザーが起動し、エピックゲームズのアカウントへのログイン画面が表示されます。今回はエピックゲームズでサインインを選択します。ご自身で登録した方法でログインを行ってください。選択後、必要情報を入力しログインを行います。すると画面が切り替わり、エピックゲームズのアカウントでログインが完了し、ライセンスをアクティベートする準備が整います。ライセンスを選択する画面が表示されます。こちらを選択することでプルダウンが展開し、アカウントに紐づいたライセンスを確認することができます。こちらで使用しているアカウントはエンタープライズライセンスが1本あるため、このように表示されています。ライセンスを購入されている方はフルプラスバッジプラスフローティングと PPI という項目が表示されます。上側のフルプラスバッジプラスフローティングを選択することで優勝版のエンタープライズライセンスを使用し、下側の PPI を選択することで無償ライセンスの使用をすることができます。今回はエンタープライズライセンスがあるので、上のフルプラスバッジプラスフローティング内にある有効なライセンスを選択します。そしてフローティングモードの選択やアカウントに対するアクティベートの設定を行うことができます。こちらではフローティングモードを有効にするため、スタートフローティングモードオートマチカリーを有効にします。そしてライセンスのアクティベートはこのアカウントのみに限定するため、下側のチェックボックスアクティベートライセンス for all users this computer を無効にします。設定後、画面右下にあるアクティベートボタンを押します。以上でライセンスのアクティベートは完了です。このような画面が表示されていればすぐにリアリティキャプチャーをご利用いただける状態です。 PPI ライセンスで使用されている場合には右上に PPI の表示が、エンタープライズライセンスの場合には RC の表示がされており、現在のライセンスが PPI ライセンスなのかエンタープライズライセンスなのか、いつでもご確認いただくことが可能です。なお、お持ちのライセンスの状態についてはキャプチャリングリアリティのウェブサイトからご確認いただくことが可能です。ライセンスの有効化手順の詳細については弊社のウェブサイトでもご紹介しておりますので、こちらからもご確認ください。今回の動画ではリアリティキャプチャーのご紹介とダウンロード、インストール、ライセンスの有効化の手順についてご紹介してまいりました。次回の動画からは実際にリアリティキャプチャーを使用してモデルを生成する手順をご紹介してまいります。リアリティキャプチャーの UI を中心に日本語化の設定から実際の操作方法、便利な機能などについてご紹介してまいりますので、ぜひこの機会にリアリティキャプチャーを始めてみてはいかがでしょうか。インディーゾーンではリアリティキャプチャーのエンタープライズライセンスを販売しております。ご購入や製品についてご不明な点がございましたら、インディーゾーンのウェブサイト上部お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先や購入ページのリンクにつきましては概要欄に記載しております。本日も最後までご視聴誠にありがとうございました。